明治大学開学記念碑明治法律学校は、1881年1月、岸本達夫らによって、東京府に設立された、私立法律学校である。この項目では、後ろ見たる、専門学校例準拠の明治大学についても扱う。現在の明治大学の前進校である。司法商法学校出身者によって設立され、フランス法学を講じる。 仏法系学校であり、いわゆる五大法律学校の一つに数えられた。また、自由民権運動と強い関わりを持ちつつ発展し、法典論争においては、実施団公論の立場を取った。岸本達夫の教像、明治法律学校創立者の一人、宮城博志像の教像、道場、八代三沢の教像、道場大学南校を経て、司法省明暴寮で共に学び、 司法商法学校の第一期卒業生となった岸本達夫、宮城博三蔵八代三竿の3名が中心となり、1880年12月、法理を高級しその身体を拡張することを標榜して創立翌1881年1月に開校された。開校に際しては、旧鳥取藩主、池田明治及び旧島原藩主、 松平忠和の財政的援助を受けた。したがって本校はもともと政府公認の循環学的な法律学校として出発したはずであったが、当時高まりを見せていた自由民権運動の影響を受け急速に野党職を強めていき、特に自由党を支える人材を生むことになった。校舎となった旧松平忠和邸の参学者では、 フランス革命の影響を受け自由と権利の拡張を主張する学生たちにより演説会が盛んに行われ政府からは自由民権の牙城とみなされるようになった。この点、本校に対抗して設立された同じ仏法系の東京法学校が司法省の強い影響下にあったのとは対照的であった。両校は学生の獲得をめぐって授業料値下げなどの競争。 対立が繰り広げられ、ついには友倒れ寸前に至ったため、明治10年代末にようやく和議が成立した。その後帝国大学を中心としたイギリス法学の台頭を背景に、1888年末には、東京法学校、東京仏学校との間で、これに対抗して同じ仏法系学校として合併しようとする構想が起こったが、 野党色の強い本校は結局これに参加しなかった。しかし1889年民法、商法の両方典の実施の可否をめぐる法典論争が起こると本校は仏法学派として和仏法律学校と共同戦線を組み英法系の実施援機論を批判し法典実施断行運動を展開した。組織面では1886年には法律学部 行政学部の2学部を設置し、1887年には名誉公院制を設け、1888年の校長、共闘制度制定で、岸本達夫が初代校長に就任するなど整備が進み、1903年3月になって、私立、明治大学への解消が認可された。しかしこの時点では、制度上の大学ではなく、専門学校令に基づく、 旧制専門学校となったに過ぎず、名実ともに、大学昇格を果たすのは1920年4月16日である。開校時の講師は、岸本、宮城、八代の3名のみだったが、間もなく止め二日りの西恩寺金持ち、司法省親と一教師の仏陣アッペール、そして司法省法学校卒業生が多く、参加するなど、当初からフランス流法学の影響下にあり、 これを講じる学校として出発した。20年代前半までは依然として、司法商法学校出身の仏法系学者や法実無化が講師陣の主流を占めていたが、法典論争を経た20年代後半以降は、帝国大学出身の若手独法系学者が加わるようになった。この頃から、東京帝大との連携がさらに強化され、多くの独法系学者が講師に迎えられた。 南高賀町校舎西木町分校大正期の明治大学学校の設置届では、東京府高島築城6番町36番地の宮城広志蔵宅としていたが、漢字、斎藤工事が道区有楽町3丁目1番地のすきや橋近くの旧島原繁盛屋敷を見つけ、その一部を借用して1881年1月17日に開校した。横長の古い建物で、 畳を除去して、板の間に机と椅子を並べて、講義を行ったという。明治法律学校の学生数は、次第に増加し、手狭な有楽町校舎では収容しきれなくなったため、1886年に、神楽駿河台南高河町11番地の400、四つ坊の土地を取得し、同年12月11日に移転開校式を、行った。 その後も学生数の増加に合わせて校舎を増築したり、1903年に神田西基町の元神田中学校校舎を買収したりしたが、明治40年代には収容力が限界に達し、本校と文校の分立状態を解消する必要もあって、1910年に駿河台南校が町14.1516番地の小松宮邸跡,跡を借地し、翌年10月に 校舎新築落成移転式を行った。この地が駿河大キャンパスとして現在に至るまで継承されている。ありがとうございます。